ハロー YouTube、 どうもドナイヤン山本です。ついにですね、今日の早朝にですね、パリオリンピックの閉会式がありましてね、この2週間余りにわたってですね、世界中を熱狂させた、パリオリンピックがね、無事閉幕したわけなんですけれども、このパリオリンピック期間中にですね、なんとこのドナイ山本にですね、奇跡が起きました。はい、これはですね、本当にもう奇跡と言っていいと思います。もう僕自身ね、めちゃめちゃ驚いてるんですよ、ね、めちゃめちゃ驚いてるんですけど、ちょっとこれ見てもらっていいですか、これ見てもらっていいですか、このですね、ドナイ山本のチャンネル登録者数が19人も増えてるんですよ。やばくないですかこれ。パリオリンピック中にドナイ山本のチャンネル登録者数が19人増えたんですよ。でね、これがなんで奇跡なのかっていうと、ちょっとね、参考動画をね、流します。はい、ハロー YouTube、 どうもドナイ山本です。今週ですね、ついにパリオリンピックが始まります。最悪です。はい、悪夢のですね、悪夢のこのオリンピック期間、2週間ぐらい、本当にでも最悪の日々がね、始まろうとしています。はい、本当にね、僕ね、オリンピックというものが大嫌いなんですよね。オリンピックね、僕がなんで嫌いなのかってことなんですけど、まずね、このね、このデータをね、見てください。このデータ。これはね、3年前にあった東京オリンピック期間中の、このドナイ山本チャンネルのね、チャンネル登録者の推移なんですけど、23人減りました。はい、23人ですね、チャンネル登録者が減りましたね。もうオリンピック期間中ね、僕がね、毎日のようにオリンピックを見て、もう毎日ね、もう1日3、4本投稿する日もあったかな。もう毎日オリンピック見てて、でもう毎日ね、もう複数本ね、オリンピック見たことについての動画をね、上げまくった結果ね、登録者がね、23人もね、お亡くなりになってしまいました。ということで、前回のですね、東京オリンピックの期間中にですね、チャンネル登録者が激減してたんですよね、僕。で、東京オリンピック・パラリンピック合わせて、僕、登録者50人ぐらい減ってたんですよ。でね、まあ、これね、オリンピックに限らずで、サッカーとかラグビーのワールドカップとかね、とにかくでかいスポーツイベントがあると、僕の YouTube のチャンネル登録者数って基本的に激減するんですよ。で、なんでかっていうと、そのね、大会期間中に僕のこのね、 YouTube チャンネルがそのことしか動画上げなくなるのよね。もう本当に狂ったように、もうワールドカップとかオリンピックについての動画ばっかり上げてしまうと。そのことによって、そういうんじゃない目的でね、僕のチャンネルを登録してた人が、こいつうるせえな、こいつうざいな、ムカつくな、キモいなってことで、どん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 登録解除しちゃうんですよ。だからね、僕もね、2週間前に動画上げました。パリオリンピックが始まります、最悪ですと。で、先ほど流した参考動画がそうなんですけど、どうせね、またパリオリンピック中にね、登録者減るんだと、せっかくここまで増やしたのに最悪だと思っていたんですけど、なんとね、増えたという。いや、マジでね、ありがたいよね、本当に。ほとんど減らなかったし、解除する人もいなかったし、普通にね、オリンピック中に上げた動画を通じて登録者がね、増えたっていう。いや、なんか泣きました、嬉しくて。なんか僕がね、やっていることは無駄じゃないし、着実にね、いろんな人に届いてるし、誰かの役に立ててたんだなということがね、分かってね、本当にね、嬉しかったですね。オリンピック期間中ね、本当にもうね、動画をね、たくさん上げました。主にサッカーですけど、柔道とかについての動画もね、いろいろ上げたりしてね、結構ね、見られたのが意外でしたね。毎回僕ね、こういうスポーツについての動画を上げると、
ほとんど動画再生されないんですよ。まあね、まあ当たり前だよね。それぞれの専門家とか著名人がいっぱいそういう動画上げてるから、僕みたいなね一一般人が上げる動画なんかにね、情報的価値はねほぼ皆無に等しいです。なんかただひたすら僕のお気持ち表明してるだけなんで、まあ、情報的価値はねない動画なんですけど、それでもねこういった一一般人が思ったことっていうのにね共感してくださってね見てくださって、まあ、コメントもいっぱいついたし再生もいっぱいされたし、登録者もね結構オリンピック動画関連から登録増えてるっていうのもねアナリティクスみたいなのあったんですよ。だからね非常にね嬉しかったですね。なので今後ともねぜひともよろしくお願いしますと。うん、まあ主にね僕サッカーラグビー好きなんで、うん、まあ、スポーツといったらまあ大半それについての動画になるんですけれどもね、今後ともねドナイヤモトはねマイペースにね動画を、ね、投稿していきますのでね、ぜひともよろしくお願いします。はい、まあねオリンピック終わったんですけど、終わってよかったです。本当にもうね限界だったんで、もう昼夜逆転が続きすぎてね、もう自律神経が乱れてね、やばいことになってるんですよ。もう今もう体内時計がぶっ壊れてるから。うん、そうなのよね。もうほんと仕事もほとんど夕方から夜とかに、まあオリンピックの合間、まあほぼリモートなんで、そうやったりとか、まあ昼間眠い目こすって起きてやったりとか、完全にねなんか1日っていう概念がなんかどこからどこまでが1日みたいなのがなくなってて、もう本当にねやばかったっす。なんか本当になんか国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士とかこんな感じで時計の感覚わかんなくなるんだろうなみたいな、うん、ちょっと言い過ぎだったかもしれないですけど、そんな感じだったんで、昨日はね久しぶりにちゃんと夜日付変わる前に寝て、うん、で朝起きてという、そういうね久しぶりにこういう生活しました。まだちょっとなんかねちょっとなんかぼーっとしたり頭がちょっとまだぼーっとしてるんですけども、とりあえず今日もねご飯食べて夜ね早く寝て、ちょっと体内時計をね少しずつ戻していこうかなというふうに思います。はい、まあ、似たような人多いと思うんですけど、まあ本当にねしんどかったです。はい、次4年後はねロサンゼルスなんでね、ロサンゼルスだと大体競技見れるのが、まあ午前、日付変わったあたり午前1、2時ぐらいから昼過ぎっていう感じなのかな。うん。またしんどいですね、これはね。時差が16時間あるんで、うん、ロサンゼルスは。そう、だからね、なんだっけ。そうだね。まあまた4年後もね、こうしてリモートワークでね、家で仕事ができる環境だったらね、ありがたいなと。出社してたら多分見れないと思うので、というふうに思います。というわけでね、まあ、今後ともねこのドナイアンオートチャンネルをねよろしくお願いします。いろんな動画をね基本的に NG ないんで投稿していきます。何かね何でもいいんでこんな動画見たいみたいなねリクエストがありましたらね、コメント欄に僕にやってほしいことね、うん、喋ってほしいこと何でもいいのでぜひともねリクエストお待ちしています。登録者年内1万人目指してるんですけど、ちょっとこのペースだと厳しいと思うんでね、もうちょっとギア上げてねしっかりと行こうと思います。とりあえずチャンネル登録者が減らなくてよかったです。バイ。